今夜のエブリバディノーズは北九州門司港に暴れ咲く青春妄想キャバクラ堕天使スターダストザ・ムンズの竹野くんをお迎えしています。どうもこんばんは。こんばんは。竹野くんとは去年の10月か新宿で会いました ね、 そうですね、はい、今日は北九州から船乗って船ね乗って船じゃない高円寺までたどり着いてそのライブの後に今日は来てくれたということでね、そうですよ、はい、ね、まあ、番組でもよく言ってくれるパラダイスガラージのトヨタ君と、はい、あと直江さん、カーネーションの直江さんがやってるバンブルビーというレベルから CD を LINE というのを出しまして、はい、まあ、別に歌はどうもう聞いているの通りですね、音はすごい悪くて音はどうでもいいんですけど、まあ喋りとかキャラクター面白いんでね、ぜひ東京に来てるなら、まあ、ちょっと紹介してあげようかなと。よろしくいうとこで。そんな気取っちゃダメだよ、気取っちゃ。いや気取ってる。よろしくかけて。よろしく。よろしくしか言わないの？いやそんなことないですよ。そして、まあいろんなそのザムンズのです竹野くんのですね秘密を握ってる小学校から。大学までの同級生、お世話になりっぱなしの元彼女がスタジオに一緒に来て、どうも。あ、こんにちは。こんにちは。ミルコンです。あ、彼女でもなんか歌って。あ、なんか同じバンブルビー。うん。ほら、去年で出たんですよ、ムンズの。僕はプロデュースさせてもらってるんですよ。プロデュースなんかするんだ。僕プロデュースすごいですね。ですよ。はい。そんなところですね。2-in-1って別に2-in-1もいらないんだけど、なんか18曲入りで73分。30秒っていうですね。そうですよ。詰め込むだけ、ちゃんともっと本当はちゃんとやりたかったですね。なんか、もう短いです。短いですか。今度6枚組出します、 CDR。 僕らが中学からやってるんですけど、もう10年目なんですけど、10枚組、6枚組です。実はね、竹野くんまだすごい若いで、大学休学中の24歳25です。25になります。大晦日誕生です。あー、そうか。大晦日です。はい。そんなですね、彼、まあ、ちょっと東京の人にはなかなか馴染みのないキャラクターというかですね、発想が結構多々あるんで、その辺をちょっといろいろ解明していければなと思うんですけれども、どうですかね、渋谷に来てみて。昨日歩きましたよ、東京タワー。昨日歩きましたよ、東京タワーで、ぐるぐるの、ろう人形とか見ましたね。すごい、ろう人形感がすごいな。ジャーマンロックの、うん、なんかいっぱいあるって聞いてたんですよ、うん、すごかったですね。なんか、王貞治と長嶋茂雄の老人形が、うん、面白かったです。よろしく。なんか夢にキャラクター作ってない。作ってないですよ。作ってないです。これ違う。なんかちょっとあれどうかな。そんなことないですよ。まだまだだな。そうですよ。だんだんこれ、ね、だんだんだね。すいませんね。じゃあとりあえずね、一曲、はい、聞きますか。あ、ありがとうございます。聞いて、聞いてみましょうか。聞いてください、渋谷のみんな。ええ、あるなんか某ですね、関門 FM カモ FM っていうコミュニティがあるらしいんですけど、そこの人に昔音源送って聞いてもらってすぐに電話かかってきて、これをやったと思ったら事故りそうになってマスタリングぐらいしろって言われたっていう、そんなような内容ですので、はい、聞いてくれ、渋谷のみんな。タイトル、朝。君に愛されて生きたい。
夜のエブリバディノーズは北九州文字からですね、ザ・ムンズの竹野くんをお迎えしてるわけなんですが、ハロー渋谷なんかそのカッコつけた風は何なんだ。カッコつけてませんよ東京の人はそんなこと言わないから違いますよ、ロックローラーサングラスつけとけば、はい、なんかあ文字から来た、うん、竹野と言います。曲はいいですねでしょ、ありがとうございます、ね、音楽、まあ、普通の話をしてあげしようかなと思って、ムンズっていうのはどういうコンセプトなんですか、何人メンバーがいて、ムンズはバンドなんですか一応、はい、バンドとして10年前に始まりました、うん、はい、中学2年の時に結成しました、中学生 メン、友達と、うん、パララ宮本と、うん、リーダーパララ宮本で、パララ宮本で僕がパンツチーセーという名前で、でもう一人が田中慎一郎、月面29号という名前なんですけれども、まあ、その3人始めたんですよ、うん、でこの田中慎一郎ってやつが、うん、僕たち中学校だと一緒だったんですけど、うん、もう、まあ、こいつがいじめられっ子で、うん、ボコボコにみんなでやりまくってて、うん、ある日突然いじめられてる時に、うん、周りでヤンキーに囲まれた時に、うん、ほうきを持って振り回し始めて、うん、ブワーってみんなに、お前ら消えろちゃん消えろちゃん、お前らが消えんやったら俺が消えるわいって言って逃げていってすぐと捕まってまたボコボコにされたっていう、そういう男ですね。もちろん行方不明です。おでもちょメンバーとしてずっと置いてるんで行方不明なんだ。そうなんですよ。おでそのパララ宮本ってもう一人のメンバーはがリーダーなんですけど、どういう役割を果たしたんですか。別にみんな楽器やったりとかってわけじゃないんですね。そうですね、音楽は全部自分でやった人僕がパンツ小さいこと竹野がやってますけれども。なるほどね。そうですね、彼はもうリーダーとして、うん、時には僕を叱ったり、うん、風俗を奢ってくれたりですね。あ、なるほどね、そういう感じですね。なんか新しいですよね、ムンズ。パララ宮本こう CD に見るとマインドって書いてあって、そうでしょ、まさきさんその通りだよねですよ、うん、そうなんですよ、昔はウィンドだったんですよ。ウィンド、それは何、それはあれか、翼、風です、 風ウィンドです、うんうん、なぜならばジョン・レノンのファーストアルバム、うん、ジョンの魂で、うん、ジョン・レノンギターボーカル、うん、オノ・ヨーコウィンドって書いてあるんですよ、クレジットで。それを文字ったんですよね。で初めウィンドだったんですけど最近ちょっと格上げしてマインドにしました。どうでもいい、君がサウンドね、うん、どうでもいい話を俺聞き流すことで、月面29号がロストロストですね、ロストいないからロストロストなんですよ。これはなかなかね、考えようと思ってもできないからね君は、竹野くんはさ、はい、なんか小学校の時にこういう友達いたなっていう感じの人がそのまま23、4、5になってしまったなという。そうですか。なんかこういう友達って楽しい友達いたよな、遊んでるのってっていうね、すごい僕とはちょっとね、年齢的には離れてるけど、あ、そうですね、なんかこういう友達だよなっていう感じで、なんかあ、北九州は多いですよ。多いのかな、はい、多分、うん、きっとそういう方が多いと思いますよ、はい、写真見てもさ、はい、全然今と同じよね、変わってないでしょ、小学校から変わってないでしょ変わってないでしょ、うん、彼女もどんどんこう成熟した大人になっていくわけですよ。あ、君はどん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 置いていかれていくわけですよいつも裸足やったねいいよいいね、時々そうね、こう九州弁時々入るとこがいいね、なんかね、これもサウンドだ、サウンド彼女もメンバーだよ、もうサウンド、そうですよ、もうメンバーはもう俺たち3人だけですからもう絶対にこれはもう誰が入ったって俺たち3人だけなんですよ。これだけ変わりませんから変わりませんね、はい、もう田中はいないじゃねえ探さないだけですか。なんかそこら辺にいるっていう話は聞いたんですよね。東京にも出てきてたって話は聞いたんですけど、はい、なんかダンスダンスレボリューションをやってたっていうの田中がね、うん、本当になんかお姉ちゃんがいるんですけど、うん、お姉ちゃんも同じ顔で、うん、写真、ああ CD 買ってもらったら分かるんですけどね、CD のジャケットね、 CD 開けると、はい、うん、載ってるんですけど、この顔がお姉さんも一緒で、そのお姉さんの彼氏も同じ顔だったんですよね黒音なの田中と関わるとみんな黒音になってくるので、そうなんですよ。で田中 そのおじさんが田中誠っていう、うん、釣り名人なんですよ。チヌっていう魚がいて、クロダイって、こっちと関東って黒ダイって言うんですけど、クロダイ釣りの名人なんですよ、うん、まあそういうなんかどうしようもないんですよ、そういう因果がっていうか、なんかもうすごいですよ。そうなんだ、はい、なんかもうなんか電波に乗ったさ、情報が来そうくない、うるさい、はい、田中でも困るやろ、出てきたら、はい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 、実は
今頃出てこられたら困るの、お前 CD 出したやろっつって、そうそうそう、いまだにあのパララ宮本とはあの、うん、何でものギャラとか全部折半なんですよ、うん、2人で分けてるんですけど、うん、田中出てくると何もしなくても 3割でしょ、3分割になっちゃうから、うんうん、もうちょ出てきてほしくないなと、僕としてはこんなに名曲いっぱい書いてるのに、ね、曲はなんか君の音楽 の表現したいというところのね、はい、ルーツというか、はい、あの根源は何なんですか、なんか、あ、それはですね、うん、あのまたちょっと、まあ、しょうもない話なんですけど、うん、あの向こうでこのザムーンズというバンド名もそうなんですけど、向こうであのローカルのラジオ番組があってまして、うん、そこに中島浩二という方がいまして、あの、うん、足のかな名前、うんうん、でその人がこのギャグでやってたんです、ムンズっていうガチョーンに似た手つきでムンズっていうの、うん、でそこから撮ったんですけど、あ、ムンズと掴むっていうやつ、でその番組の中で、うん、当時イカ天っていうのが流行ってて、イカ天流行ってた、でその番組の中でタコ天っていうのがあってたんですよ、うん、でそれはあ、そんなのやってたの、そうそう、それでそれはすごく当時94年ぐらい、うん、93年ローファイブームってあって、うん、すごくリンクしてたんですよ、そのあのタコ天にはいっぱい宅録をや当時まだやってた人がいっぱいどんどん出してきておる、うん、もうそれを聞いてて震えるものがあって、うん、もう初めは手拍子とかで始めたんですよ、うん、もうなんか音楽の根源って言ってもやっぱ、でもなんか言いたいことがあるじゃん、持てなかったってことの、どうなの、彼女から見て持てなかったの、だから私がしばらくでも私小学校の時ちょっと好きやったんやけどねありがとう、小学校の時ちょっと好きやったそうなの、うん、そうなんだそうなんだ、初めて、もう俺も初めて知った、あ、そう、あ、言えばいいのに、うん、でもいや、うん、でも別にモテてない、あ、どうやろう、宮本くんはあれよね、いいよいいよでも紋章でさ最初モテてた1年の時、うるさい、そんな話いいね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 音楽が、でも私は多分音楽の話、そういう風にぐらいの感じで音なんかね、モテたいからって言って始めたの、でもそうなんですよ、始めたんですけれども、うん、やっぱこう途中で僕はこう始まって、はやっぱり、うん、と初めに手拍子とかで始めたんですけど、うん、録音してたんですよ、うん、ウクレレを手に入れたんですよ、うん、ウクレレを弾いてると、うん、ウクレレってあの下4弦、うん、4弦なんですけれども、うん、ギターの下4弦と同じチューニングなんですよね、うん、だからギターも弾けるじゃないかってこと気づいて、うん、弾き始めてとにかく曲書きまくっていったら、うん、もうなんかその時点から差がついていって、なんか他のメンバー3人いたの2人、うんとも僕は変わっていったみたいな、僕だけがこう音楽をもう愛する、なんか音楽の虜になったんだ渋谷のみんな、俺はなんかよくわかるんですけどねで音楽そうそうそう大好きになっちゃった、いつの間にか、でもなんかこう自分で詩を作って歌うわけじゃん、そうですね、うん、それはあのどういうテーマというか君の中にずっと続いてるものっていうのは、テーマはあの曲詩は全部あれですね、うん、あのなんですか、英語で言うとフィクションですね、嘘なんですよ、うん、作り話なんですけれども、うん、まあ、全部あの失恋の歌だったり、うん、悲しいことだったりするんですけど、なんつうか、ただ僕のメロディーに乗せるのはそういう曲が一番かなと思って、うん、僕がなんか革命の歌とか変わる、まあね、説得力ないもんな、で金のこと歌ってもしょうがないと思って、ね、やっぱメロディーじゃあもう本当に妄想なんだね、そうです、妄想ですよ、妄想ですね、妄想に近いですかね、何なんでしょうね、ただ本当にあれですよ、うん、あの本当曲に乗る詩が そういうのしかないっていうだけですよ、そんなに、本当は詩はいい人に もしあれですよ書いてもらいたいぐらいですよ、難しいですもんね、うん、これ録音方法がね本当にねやる気あんのかっていう、でもこれもローファイとかそういうところ観点で言ったらいいんだろうね、どうなんでしょうね、ローファイもでも僕としてはこう宣言するわけはいかないんですけど、うん、とりあえず今回 CD 出させてもらって10年目で、うん、で全部宅録なんですけれども、うん、もうちょっともういいやと、こういうやり方はもうちょっと限界かなと思って、結構、まあそうだろうね、いい歌いっぱいあるんですよ、もっとで も, もう家で撮るにはちょっともったいないなと思う曲があって、じゃあどうやって撮るの、だからそれはなんか金を車の中とかでいいよな、違う、同じ違うどっかあれだよ、どっかなんか家で撮んなかったら外が車の中とかでいいじゃねえかよ、金を引っ張ってきてプロデューサーつけて撮るんだよ、バリッと、そっか、そうですね、うん、そんなですね、竹野くんの妄想が爆裂した歌って考えていいんでしょうか、はい、そうですね、本当にこれ本当にあった君の体験だったら僕はロマンチックだなと思ったんですけどね、あ、それはほらでも、うん、言いますよ、ね、CARSEX カーセックスっていう曲を、はい
聞いてもらいましたのは、ザ・ムンズ。これは一人で、ムンズじゃなくて竹野と一人で歌った、ね、これはそうですね、この前来た時ですね、うん、新宿の、ね、トヨタ君の新宿シアタープーでのライブ、はい、前座で出てね、前座で、まあ、その時僕、うん、トヨタ君のライブ見に行ったんだけど、はい、まあ前座で出るやつはどうでもいいやと思って僕見てないんですよ、君のライブ。あ、そうなんですか、うん、でただあの時は飲んだだけですから、はい、あ、そうなんですか。なんでそんな、そん楽しかったですね、あの日。あの新宿ゴールデン街っていうとこ初めて行って、ね、変ななんかあのノンフィクション作家来てましたし、あれです、知り合い、そのままつながってます。やっぱ連絡取ってないけどね。あれです、殺されるみたいなこと言ってましたよね。マックスあんましないですなんかね、君と会ってみんなで飲んでね、面白いことが起きましたよね。はい、うん、ね、あの時のほら実況の音は全部取ってありますから。え、 MD で、あの時のやつですか、うん、君がグラスをこぼして、はい、MD のマイクにかかりそうになったのとか全部申し訳ないです、入ってますよ。ごめんなさい、酔っ払ってるやつが。ごめんなさい、よっぽど今日それ流そうかなと思ったんだけど。あ、それ思うんですね、うん、ぜひそれちょっともしよかったら送ってください。うちそれ使わせてもらいますよ、ね、はい。そんな、なんかちょっと90年代の、はい、なんかこうサブカルというかね、ものにを通過してきた人が作ったアルバムじゃないですかね、これはね。ああ、うん、だから2000年代の新しさっていうところはないかもしれないけどね。まあ新しいということが全然考えられなくて、新しいことしたいとも思わないし、うん、このでもこのざらついた感じとは、うん、やっぱりその北九州、うん、はい、でずっとやってるね、ダラダラ生活しながら音楽やってるっていう。そうですね。そんな雰囲気がですね、これは東京で同じことやろうと思って無理ですよね。その辺をね、これ一人で聴いてたら結構グッときましたよ。あ、そうですか、ありがとうございます。それはただ、18曲一気には聴きたくないな。なんか買ってくれた友達もね、絶対途中で眠るっていう。やっぱりね、あんまりいっぱい入れすぎちゃうのっていうのはどうかなっていうのを思いましたね。まあ、そうです、まあ、ほどほどで、カーセクスで終わると結構気持ちいい感じだと思ったんですね。なるほどね、うん、まあこれ2 in 1ですからね。2 in 1か、そのお得感を。そうですね、2 in 1ですから。そうかそうか、そうですね、うん、カーセクスでやめて、次の日に、うん、その11曲目から聴くという感じでやってもらえると。そうかそうかですね、うん、はい、北九州ね、門司っていう町はどんな町？
あ、そう、僕は文字の9文字ってとこ住んでるんですけれども、うん、その関門海峡っていう、関門海峡、僕ん家の目の前すぐ海なんですよ。で、台風とかが来ると海が氾濫するんです、洪水起こすんですよ。ほうほう、海が洪水起こす、怖いですよ。すぐ向こうには下関っていうか見えてて、そこはもう源平合戦ってあったじゃないですか。源平合戦ね。そこがそれがあって、そこでは安徳天皇っていうちっちゃい子供の天皇を、あの乳母が一緒に身投げをしたっていう場所なんですけども、その安徳天皇の霊が僕の妹に乗りついてですね、これが本当なんですよ。なんだよそれ。で、ものすごいね、いやあれね、なんかそういうのがつくと力を発揮しちゃって、うちの、その時まだ4歳ぐらいですよ、うちの玄関のガラスをパンチで割ったんですよ。本当なんですよこれ。これ本当なんですよ。でもなんでさ、あの安徳天皇の霊だってわかるわけ。わかんない、それ誰がそれを決めんのそれ。それ知りませんけど。平家金の話するのかと思った。純ちゃんの話に。そうそう、純子ですよ妹は。大変ですよ、うん、そいつもあの今年からあの上京します、その女もね、はい、その女たち妹ですけどね、まあ、どう妹可愛いんじゃないの。なんかあ、妹は最近可愛くなったよね。最近可愛彼氏できたよね。ねでもなんで安徳天皇のあれなるの。そういう風 な誰がそれ言われたんじゃないですかね。なんかお祓いの人かなんか、やっぱり大変なんでしょうね。この前赤穂浪士についてもなんか言ってましたからね。なんか怪しいですね。なんか宗教のこと、まあどうでもいいんじゃないの。まあまあまあ、そういう赤穂浪士、赤穂浪士ってあるじゃないですか、うんうん、40あれのなんかあれに対してなんか お経を捧げてました。誰が誰が家でうちのお父さんとか。おなんか変な変わった家庭なんだね。変わってますね、うちは。すごく変わってますよ。はい、もう彼女ミルコンさんは、はい、あの竹野くんの家に遊びに行って、うん、もういつも行くよね。なんかでも立ち抜きせないけんね。海のすぐ近くで、うん、線路も近く、もうすぐ横なのにね、うん、多分立ち抜きを迫られたのにずっと居座ってるね、うん、そうなんだ。そうなんですよ。ポツンって一軒だけあって、うん、あだけね、だけドラムとか叩き放題だけ。そうですね。あ、そうなんだ。そう、全部もうこれはあ家で撮ってるんですけど、そういう環境がこのアルバムをね。そうなんですよ。安徳天皇のそうそう、もう木製で、じゃあもうデッドな、完璧デッドな、いいスタジオなんですよ。防音ちゃんと設備あるの。防音設備ないですよ。それスタジオっていうか、ただ部屋だろそれ。部屋よね。すごい、もうなんか電車の通る音とかいい入ったりしてますよ。これは秘密基地だって言ってるような、そういう感覚で音楽を楽しんで、おもちゃにして遊んでるっていうことなのかな。そうですね、まあ、おもちゃといったら語弊ありますからね。あ、もっと真剣だと。結構真剣ですよ、本当ですよ。結構真剣です音楽は。その安徳天皇の話を歌にしてほしいよね。フィクションだ、それフィクションだもん、そんなの誰も信じないもん。違う違う、作り話じゃないって。本当なんですよ、渋谷のみんな。本当ですよ、本当ですよ。そうか。次はでもどういう風に、なんか綺麗に。でも周りからはさ、このままでやれって言われるでしょ、はい、いや、そんなことはやっぱりさっきも話出ましたけど、あの、うん、あのパラダイスガラージのトヨさんとはよくライブ東京でやらさせてもらってるんですけど、うん、昨日おとついまでさせてもらったんですけれども、うんうん、あのすごく僕はあの酔っ払ってライブする癖があって、もうベロベロでやるんですけれども、さすがにこの前はもうみんなが迷惑したみたいで、酔っ払いのね、変な歌で聞きたくないもんやさ、やっぱそうですよね。でも結構、いや真剣に歌うんですけど、なんかそのまああれでしょうね、うん、だってこの飲んでない状態でもこのテンションで喋るんだから酔っ払ったらすごいもんね。装病って言うんでしょ、そういうの。僕装病じゃないの。いいね、装病じゃない。そういう日もだって風邪ひいて病院行ったら精神安定剤もらったよ。うるさい。そうなの。いやこれまあ全然じゃあ大変ですね。ですね、あのでもこういう感じでやってほしいっていうのもいます、方もいますけど、うん、僕としてはやっぱりちょっともうちょっとやっぱり先ほど言ったけども、うん、そういうローファイみたいなのの、うん、もう結構通過したから、うん、今度はちょっとちゃんとプロダクツされたものに挑戦してみたいなと。なるほどね。はい、本当にそれが課題だね。はい、今年はもうどうにか やらせてもらえれば、あるいはまあ自分でもやりますけどね。うん、はい、そうか、うん、ぜひ田中に会いたいってみんな言うでしょ。言いますね。メンバーのもう田中っていう男のストーリーというか、もう田中一人でストーリーですから、うん、田中のことを気になり始めると、多分ムンズに
の虜みたいなもんですから。そっか、俺もそれになってんのかな。ですよ、やっぱ田中のことを気になり始めるともう結構、それ自体もなんかもう歌みたいなね、なってますよね、ストーリーですよね、ドアンチ。ストーリーだね。ストーリーなんですよ、よく考えると。そうか。それでもなんか東京に来ないでほしい人の一人だね、住まないでほしい人の。僕ですか。いい意味でだよ。僕ですか。僕も住めませんよ、さっきもね。ね。思ってたんですよね、やっぱり東京に来るとなると、うん、僕やっぱり向こうでは仕事してないんですけれども、もちろん仕事したい、金返してくれ。うるさい。そうそうそう。どうしてお金借りてんの、お金。うん、あのなん酒気帯び運転で20万。本当。それ最近の話。1年前なんですけど返してくれないんです。酒気帯び運転20万も。22万です。本当、そっくりそのまま帰りました。結婚しろ。結婚します。無理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 。彼女ちゃんすごく金持ちで、すごいあのガラス会社の社長の娘、本当ですね。大変大変、すごいです。なんかこういう感じでね、2人、まあ、たまにね、あのやる人、彼女とか連れてくる人いるんですけど、はい、やっぱどこかこう恥ずかしそうに、はい、なかなかね、こういう感じで入ってもらえないと思うんですけど、今日は良かった、来てもらって。ありがとうございます。いいスパイスだったね。良かったな。良かった。なんかそのうち彼女も歌って。そうですね、うん、僕がプロデュースです。あんまりそれ変わらない。意味はあるの、それに。プロデュース全然意味なかったです。何もしないですよ。何もしなかったね、本当に。一応あの有名な人ほど方で、あの渚十五さんっていう方が参加さ、してるんですよ。の10曲ぐらいもらって3曲ぐらい落としたんですよ、渚さんの曲を。本当に。え、3曲じゃない、半分ぐらい。半分も落としたの。すごい関わり深いよ。そうですか。私と。あ、そうなんですか。うん、わー、そうですか。やってますよ。ぜひ興味がある方は。はい、それは普通に買えるの、ミルコン。はい、もう買えますよ、はい、もしよかったらバンブルビーレコードという。そうですか、はい、で出します、うん、はい、分かりました、はい、面白いね、楽しいね。また東京来たら、はい、あ、もうぜひ、うん、何もなくてもさ、はい、うん、ぜひあの渋谷にまた遊びに来てください、はい、うん、ありがとう。別に社交辞令じゃないから。あ、ありがとうございます、うん、本当に、ね、ありがとうございます、うん、はい、面白い。ありがとうございます。いや、そんなところで、はい、まあ、音楽はちゃんと紹介できたか分かりませんが。あ、いえいえ、もうありがとうございます、ね、そうそう、いっぱいかけてもらってありがとうございます、誰かにカバーしてもらえると売れるかもしれないですね。してもらいたいですね、うん、あれ誰にカバーしてもらいたい。僕ですか。川口京吾ですね。川口京吾。そんな流行り、今は最近出てきた僕の流行りじゃねえかよ。ただ昨日聞いたんですよ、あの渋谷で流れてた桜。そう、うん、これ曲だったら勝ってんなと思って。うん、そうだと思うよ。で、うん、やってこんで言っていいのか。でもぜひ歌ってほしいなと、うん、ああいう方に。もっといい、もっと言おうよ、大きい人にさ。大きい人ですか。思いつきません、うん、僕そういうのないんですよ。頭悪いですよ。全然思いつかなかった。そうですか。はい、わかりました、はい、次はまた東京でライブやるとかは今のところはないですね。はい、はい、ザ・ムンズというのをですね。MUNZ ムンズです、うんうん、気づいたら、はい、ぜひというところでありますが、はい、どうもありがとう。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。あずまさん、ミルコンさんも、あ、すい、なんか乱入してすいません。なんかいいね、最後の絶妙な感じでお金返してっていうところがすごい良かった。もうグッときた。ちゃんと返してもらいたい。すいません、返します、仕事します。はい、ということで、はい、今日のゲストはジャムンズの竹野くんと、そしてミルコンさんでした。どうもありがとう。ございました。ラストの曲を、はい、ラストローデッドミーです。グッバイ渋谷。